ルグロ・デュロアは、フランス、奥下にー地域圏、ガール圏のコミューン。ルグロ・デュロアは、ガール圏最南端に位置し、西側は、エロー圏のラグランドモットである。東側は、同じ圏のエーイコール・モルト及び、ブルシュイコール・デュローヌ圏のサント・マリー・ド・ラメールである。1570年頃、海岸線に自然に開いた入り江の両岸に、建設された場所は、ガーニュープティと呼ばれ、 ビドゥール川とローヌ川のそれぞれの河口の中間にあった。この保養地は1 8トルの長さで細かい砂の浜を提供する。コミューンは水に囲まれている。ルグロデュロワの気候は地中海性気候で穏やかで湿潤な冬、暑くて乾燥した夏が特徴である。冬は気温が低く、夏はとても暑くなることがあるが気候を穏やかにしてくれる海が近いおかげで、 暑さや寒さが極端になることはない。過去最低気温は低く、摂氏12度、過去最高気温は摂氏36.5度である。降雨は稀である。雨天日は年間55日、降雪日はたった1日である。年249日は風が吹く。オック語のグラ、ラングドック語のグラオの語源は、ロマンス語のグラ、グラズ、グラット、グラ、カタルーニャ語のグラオ。 高期ラテン語のグラシャス、ラテン語のグレイデスである。川口、水の出入り口、運が沿岸の型と海の断絶を意味する。ルポセガタエスピゲット東大十字軍の時代、エーグイコールモルトは王家の港であったが、その防御壁の下に海が達することは一度もなかった。船は型から海へ向かって掘られた水路を通って出港したのである。 16世紀終わりのローヌ川は、ルポセの海域で流れが速くなるため、問題となっている入れを、コンサックドガーニプティという場所で人工的に開いた。この瞬間から、エーグイコールモルト港の航行を維持するため、海上でこの開港部を維持するための長い一連の作業が行われた。グロ港は1725年以来、6km の運河でエーグイコールモルトに接続された。 1727年には、ルポセガタイのビル2カ所の石像の防波堤が建てられた。現在のコミューンの場所は、正式なコミューンではなかったが、フランス革命の間、この場所は、グラオール・ペルティアとして有名になった。1845年に修復された運河が、現在もルグロ・デュロワとエーグイコール・モルトをつないでいる。エスピゲット東台は1869年に建てられた。 長年にわたり、行政の建物、小屋と住宅が、漁村の基礎を築いた。1879年に、ルグロデュロワは、英語イコールモルトから分離し、コミューンとなった。1854年、ルグロデュロワは、まだ単なる漁村に過ぎなかった。漁業と農業が、住民にいくらかの資源を提供していた。19世紀後半以降、海水浴が流行となって広く普及したが、 観光業は初期段階のままだった。海に浸かることは依然として本質的に治療法と考えられており、砂浜に登る研究所はほとんどが困窮した人々を受け入れていた。しかし、公的機関と住民たちは自分たちの富がこの砂浜の海と太陽の間にあることを理解していた。1855年、貧しい人々の海水浴の利用を容易にするため、 小児衛星の事業が設置された。それは1869年に公益事業として認定された。1909年、鉄道路線のニーム英グイコールモルト線の延長が新しい空気を吹き込んだ。海水浴客が大勢やってきて、魚や白葡萄のような地元特産品がついに国内市場に出荷された。長年の努力と仕事と衛星規制の末、 1924年4月26日、ついに共和国大統領令で、ルグロ・デュロワが、保養地及び海水浴場に登録された。第一次世界大戦の影響は、比較的村に及ばなかった。ポール・カマルグ1939年9月、第二次世界大戦は住民に遥かに深い影を落とした。1940年のフランス敗北後、ルグロは、非占領区域になった。 しかし、1942年11月から、敵軍は物理的に存在し、対立は直接住民に影響を与えた。ルグロデュロマは、ドイツ軍による占領を受けなければならず、それは全て制限、犠牲、妥協を意味した。コミューン議会は速やかに解散させられ、特別代表団と交代した。同じ年、村の生活は、新たな局面を迎えた。 ドイツ軍が沿岸地域すべてに定住した。住民の一部は強制退去させられた。カール県の地中海沿岸は全長たった2 0トルしかないのだが、連合国軍の上陸の危険があるため、こうした場所には軍事施設が多くあった。こうして、コミューンの砂浜はあらゆる種類の対戦車、システム、コンクリート製ピラミッド、ブロックハウスでいっぱいだった。 800ヘクタールのブドウ畑と200ヘクタールの草原が地雷原に生まれ変わった。村の中にドイツ人たちはーチカも建設しそこに大砲と機関銃を収容した。運河の入り口は大潜水管網と火炎放射器によって封鎖されていた。1944年占領の最後の数ヶ月間が最も困難であることが証明された。敗北した。 占領軍が嫌がらせと挑発を敷いたのである。ルグロデュロワは1944年8月に解放された。1960年代までルグロデュロワは戦争による被害を克服できなかった。以降、保養地は真の観光及び経済発展を始めた。円外開発を合理化するため政府はラシーヌ計画を実行した。建築家。 ジャンバラデュールが問題を担当した。それは住民の生活の質を尊重し、環境を保護しながら新たにやってくる観光客を満足させることができる構造を生み出さなければならなかった。ポール・カマルグの大規模プロジェクトが1968年に発足したのはこの計画の枠組みの中である。アレーヌは1960年に開業したコミューンが所有する 闘牛場である。収容人数は3000人。クルスカマルゲーズが開催される。2016年時点のコミューン人口は8476人であり、2011年の人口と比較すると1.66%増加している。参照元、1962年から1999年までは複数コミューンに 住所登録をする者の,の重複分を除いたものそれ以降は、当該コミューンの人口統計によるもの1999年まで、イヘス、カシニー、2006年以降は NSEE。ありがとうございます。